はい、どうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回は先週1週間で活躍した選手のみでオーダー組んでリアタイやっていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、今回ですね、ちょっと新企画を持ってきたんですが、これね、僕はもともと結構ずっと言ってる話の一つで、プロスピにもですね、現実のプロ野球の成績に応じてね、こう能力が多少ながら、アップダウンする調子システムとか、またはウィーレーでいうところの週間 FP みたいなね、まあ、制度がもしプロスピにもあったら面白いんじゃないかなって、これずっと個人的に思ってて、まあ生放送とかでもね結構言っているところだと思うんですけど、まあただね、そんな願いはあるもののなかなか実現はされないということで、まあ、今回勝手にやっちゃおうということで、個人的にオーダーを組んでみました。それがこちらでございます。はい、こちらが今週僕が組んできたオーダーですね。で、このオーダーね、何を元にして、作ってるかというと、概要欄とかにもねリンク貼っとくかなと思うんですけど、ベースボールデータハウスさんから、いただいているデータになります。まあ、こちらをちょっと参考にさせてもらって、まあオーダーを組んでみました。このサイトさんがですね、まあ、週間の打撃成績、今回でいうと6月7日から12日の週のねデータが、反映となっているものなんですが、まあ、野手陣に関してはですね、基本的にはまあ週間の打率の部分を、ベースには考えているんですが、まあ、今回はこんな感じの布陣を組んできました。まあ、もちろんね、入れたかった選手で単純に手持ちで持ってない選手なんかもちらほらはいるんですが、まあ、特にショートの部分かな。ショート本当は吉川尚輝選手じゃなくて、まあ、楽天小深田選手かな、まあたりを入れられるとすごい綺麗だったかなっていう感じなんですけど、まあ、そこが持ってなかったんで、とりあえず今回は吉川選手で代用してます。また今週のオーダーで入れたかったところとしては、やっぱオグレディ選手かな。オグレディ選手がとんでもなくて、今週19打数10安打で5割2分6厘なんですよね。しかも今週1週間でホームラン4本、 OPS はなんと 1.872 っていうね、もう驚異的な数字が出てるんで、ちょここを本当は使いたかったんですけど、まあ、残念ながらまだ出てないので、まあ、そこはなしという感じでした。まあ、野手他にもね、例えば銀次選手とか、まあ、松本剛選手とかあたりも入れたかったところであるんですけど、ちょっと手持ちになかったんで、まあ、とりあえずこの布陣でいこうかなと思います。で、まあ実際に使う選手の成績とかはまたその時にね喋ります。で、投手はこんな感じですね。投手もですね、基本的にはやっぱり防御率の部分、失点の部分とか、あとはイニング数どれぐらい投げてるかとかにもね、まあ、その辺を重視にしている部分であるんですが、まあでもやっぱなんといっても今週はノーノーした今永さんかな。まあ、ここは当然エース枠にはなるかなと思います。まあそんな感じで、今回はこのオーダーでリアタイ何試合かやっていこうと思います。行きましょう。さあ、ということでやっていきましょう。本日の初戦でございます。よろしくお願いいたします。初戦は今永さん先発できました。高校ですね、頑張っていきましょう。ねえ、まあ今永選手はもう言うまでもなくね、今週ノーヒットノーランを達成したんで、まあ、文句なしの選出になるかなと、思うんですが、まあ、今シーズンまだね、今永選手負けなしなんですよね。まあ、怪我から復活のシーズンになってますが、本当に戻ってきてくれて、ここまでのね活躍をしてくれるとは個人的にも本当に嬉しい。オッケー。で、まあ単純にこの企画に関してはですね、まあいろいろね、こうこの選手はあの選手はみたいなのもあると思うんですけど、まあ単純に僕が選ぶ、まあ、今週の活躍選手みたいな、ところで思ってもらえるといいかなっていうのと、まあ単純に今週の試合を見て使いたいなと思った選手を使っていくみたいな感じの動画で考えてます。オッケー、いいね。さあ、1番は近本さんです。近本選手も今週絶好調で、25打数11安打かな。で、打率4割4分というね、数字が残っております。まあ阪神がね、こう上昇気流に乗ってきたのは、やっぱこの近本選手の好調もやっぱり大きいよね。超えないか、伸びが足らん。さあ、2番は荻野さん。荻野さんもね、先週めちゃくちゃ絶好調で、打率3割6分4厘。まあ、この間の DeNA 戦も、昨日の試合もね、最後8回に打たれたタイムリーがめちゃくちゃ、結果的には大きいタイムリーにあったんで、9番高部選手、1番荻野選手の並び、めちゃくちゃ良かったな。いやー、ダメ。いやー、この企画難しいのは喋りたくなっちゃうんだよな。喋りたくなるがゆえに、リアタイの難易度がめちゃくちゃ上がってる。さあ、そして3番の佐野選手。3番サノスは今週セ・リーグ打率ナンバーワン、25打数12安打で4割8分です。驚異の4割8分。1番でこの打率っていうのがマジやばい。よし。さあ、そして4番には交流戦 MVP 男、村上選手です。はい、まあもう文句ないでしょ。今ヤクルトがあんだけ調子いいのも、やっぱりこの村上選手のね好調、絶好調なくしてはなかったと思います。週間の打率は4割7分6厘、とんでもない数字が残ってます。先週はホームラン3本、まあ、単純計算で2日に1回打ってる、2試合に1回打ってる計算なんで、マジですごい。よし、入ったー。
再現素晴らしい。これはライブアップデート A です。さあ抑えて勝とう。今永さんこれ完全試合あるかも。マジで完全試合ある。あ言っちゃうと打たれるあるあるねこれ。さあただこれでもきついかな。ある程度おー OK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 。 1イニングは結構ねいけるんですけどね、その後なんよな問題は。スプリットチェンジでも投げすぎで張られてたかなさっきのは。よし、スプリットチェンジが来ると思ってるところにズバズバのまっすぐ。いやー完璧、2球とも素晴らしいボール。そしてこれ振ってくれ。あんま、いやーちょっと高かったな。でちょっと外に外れてるスプリットチェンジ。あー振らないか。ボールになるカットボール、入ってこないカットボール、ギリギリ。あー投げるボールなくなってきたな。高めスプリットチェンジ、これや、これを生かすしかない。よーし、ゲツよーっしゃー、ジージー。今永さんで幹部勝利果たした。さあということでやっていきましょう。本日の2試合目でございます。ちょっと2試合目ラインナップ変えてきました。1打席立った選手たちはある程度打順入れ替えたりとか、他の選手に入れ替えたりしてきました。お相手の先発渡辺選手、なかなか対戦したことない、初対戦かな。ツーシームスプリットよね、ツースプの縦スラーリか。さあこれタイピン持ってるんだっけ、確かタイピン回か。さあ1番には大島選手持ってきました。大島選手も選手は打率3割超え、3割飛んで8人というね数字でした。さあ行こう。まあ中日はちょっとね、なかなか苦しい交流戦に、最後なったかなっていう感じはありますが、うわー。さあ2番は塩見さんです。塩見さんも打率3割6分。やっぱヤクルトの選手たち今回ね、候補選手めちゃくちゃ多かったんですよね。あーやった。さあ3番は中村翔吾さん。中村翔吾選手も先週は好調、3割1分8厘というね数字でした。抜ける、よし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 、ちょっとバッティング集中していこう。そして4番には岡本さん。岡本さんまだね、ただ僕アーティストのやつ持ってないんですよ実は。エキサイティング第2弾で、まあ筆頭候補の狙いに個人的には置いてるんですけど、岡本選手も、先週も安定した数字を残してました。3割4分8厘、まあ、打率もね少しずつ上昇気流に入ってきたんじゃないかなと思います。いけ、いったよーっしゃー素晴らしい。いやなんかさっきの試合と全く同じ展開だぞこれ。さあそして、5番はビシエロさんです。ビシエロ選手も上がってきましたね。3割6分8厘。いや落ちないか、うまい。さあ2試合目の布陣はこんな感じですね。守備力はそんな変わってないかな。レフトに栗山選手入れました。で、先発は加藤選手です。加藤選手がね本当に今年数字としてマジでいいですよね。てか加藤選手の試合もっと勝ってあげてほしい、本当に勝ち星をつけてあげてほしいっていうぐらい本当に素晴らしい。まあ、先週は2試合に先発して、ああそれだった。イニング的には13イニング投げてますね。13イニング投げて、防御率はなんと 0.00 というね素晴らしい数字でございます、ね、このプロスペース内においては個人的に今初めて使ってるんですが、ツーシームフォーク、このフォークをうまく活かせれば、よし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 、タイミング外してるね。まっすぐかな、ストレート、ここ甘っ。いやー甘かったな。先週1週間1点も取られなかった加藤選手で、あっさりとノーアウトで2点取られちゃいました。すいません、日本ハムファンの方、加藤さんファンの方、大変申し訳ございません。いやーちょっとなんとか初回は抑えてほしいな。厳しそうだったら変えるけど、よし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 。スローカーブとかこれどう、ワンチャンこれさ嫉妬強い説ない。97キロ、あーいいね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 、よし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 。まあ加藤選手スピードそんなに速くはないんで、なかなかこう速いボールでゴリ押しっていうのはできないかなと思うんですけども、もうちょっと球種強くなってほしいな次。おしよ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 し、オッケー。まあなんとか同点でしのぎました。さあ点取ろう。坂倉さんから7番かな、じゃあ6番か、6番に坂倉選手入れてます。まあキャッチャー正直ね誰使うか迷ったんすよね。あんまりめちゃくちゃ打撃成績的にいい選手もあんまりいなくて、でまあ選んだのがこの坂倉選手でした。はい、坂倉選手は、選手の成績はこんな感じでしたね。さあそしてまた村上くんに回ってきた。まあやっぱ交流戦 MVP はね、打順は落としてもやっぱ外せないでしょうということで、この試合も入れてます。最後ここにいるの怖いな村上さんが。あーやったやばい、あーラッキー、危ねー、よかった。ちょっとツーシーム刺されてたけど、よし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 。さあいぶし銀出た、チャンスカイプラスいぶし銀、栗山さん行こう。いぶし銀は結局どういう発動条件なんだろうね。
やー、惜しい。あー、ボールだったけど、OK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 、よし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 。いぶし銀らしいヒットだったな、今の。さあ、そして9番には吉川選手。吉川選手も戻ってきてからも安定した成績残してくれてますね。いや、マジでシーズ2の能力爆上げに期待。ミートも、いきなり A ぐらいでもいいんじゃないかなと思っちゃうけど、そこまでいかないかな。79ぐらいいってもいいと思うんだよな。あー、うわー、出た、塩見さん、クソ強能力。こうなった時の塩見さん、マジで強い。よーし、よーし。さあ、ということでラスト3試合目やっていきたいと思います。よろしくお願いします。3試合目の先発は東郷選手でいきました。野手陣はオーダー変えてません。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。1番は相手イチローさんだ。相手の方連勝してましたね。6連勝ぐらいなったんで、かなり調子がいいんじゃないかなと思います。そして東郷選手は先週ね、9回1失点の完投勝利があって、7勝目を挙げてます。青柳選手と並んで今7勝っていうのはリーグトップですね。いやー、東郷選手もやっぱすごいね。まあ、セリーグの最多勝争いもね、所選手が6勝で続いてて、菅野選手も、同じチームの菅野さんも、6勝。やっぱ、やめて、やめて、うわー、ちょっと今、個人成績見に行ってました。個人成績見に行って嫉妬しちゃいました。巨人のピッチャー陣、やっぱでも勝ち星がついてるな、しっかり。戸郷選手が7勝、で菅野さんが、6勝で、続いてメルセデス選手も5勝。なんで、その3人だけで18勝でしょ。いや、やっぱりローテーション強いな、羨ましい。取れる、よし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 。ということで、初回はなんとか抑えましたと。さあ、この試合はちょっと1、2番でしっかり打ちたいな。相手の守備硬、単純にちょっとね、今回新企画ということで、まあ、こういう企画を持ってきたんですけど、どうでしょう、企画としてまず面白いですかっていうところを一つ聞きたいのと、あとはなんかもっとこうしてほしいみたいな改善案があればぜひコメントでお待ちしております。まあ、誰々も使ってほしいとかっていうところの部分はね、まあ、あるとは思うんですが、まあ、そこはちょっと僕の所持状況とかにもよるんで、まあ、できる限りっていうのはね、感じになると思いますが。で、あとなんか今試合してて思ったのが、こう調子システム、選手を能力上げたり下げたりっていうのは、まあ、なかなか難しいのであれば、例えば、まあ、運営さんが、まあ、その今週活躍した選手、1週間で活躍した選手を、まあ、選ん でその選手だけ特能発動率を上げるとか、どうすかこれ。特能の発動率調整とか、なんかいい塩梅な気がするんだけどな。まあ、僕的にはゲームと現実のプロ野球のリンク度がもっと上がるといいなと思ってて、まあ、それはシリーズ1、シリーズ2での能力変更とかもあると思うんですけど、まあ、それだとやっぱちょっとラグがあるじゃないですか、どうしても。どうしてもラグがあるんで、まあ、その辺をライブアップデートみたいな調子システムで調整できたらいいなと。おー、いった、えぐーえぐー、中村翔吾さんの一発出た、思うんすよね。どうでしょう、特能の発動率調整、めちゃくちゃいいアイディアじゃない。まあ、今多分一番発動率が高いもので 100% のやつを除けば 60% かながあると思うんですけど、まあ、それを例えば 80% まで上げるとか 85% ぐらいまで上昇させるとかってなったら、その選手を使いたいなってなると思うし、まあ、選手によっては特能発動したらめちゃくちゃ強くなるみたいなね、選手もやっぱいると思うんで、だからそういう調整とかあったらオーダーの組み替えとかもしたくなるし、面白いんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、より現役選手の価値も上がるんで、 OBTS とかがやっぱなんだかんだ強いよねってなる部分がねあると思うんですけど、まあ、その辺も改善されそうだし、ちょっと交代でいきます。デスパイネ、今日ちょっとまだ唯一使ってなかったデスパイネ使います。さあ、デスパイネでコールドを決めますか。コールドでさよならしようということで、まあ、ぜひ皆さんこの企画に対してのコメントお待ちしてます。あー、3ボール投げるボールがもうなさそうだね。いったんじゃん、よっしゃ、 GG ということで、新企画勝手に週刊 FP オーダーでリアタイやってみたでした。この企画ね、楽しんでくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。